それでは100円メイク、今回も始めていきます。 Let's start。 まずはコンシーラーをシャドウ下地代わりに使います。まぶた全体に塗っていきましょう。コンシーラーで全体を明るくし、シャドウの発色を良くします。次に明るいピンクカラーをアイホール全体に塗っていきます。続いて濃いブラウンを目の際にしっかりと塗っていきましょうね。続いて明るいホワイトカラーを眉下に入れていきます。こちらいつもおなじみでございます。はい、次に先ほどよりも濃いブラウンで下目尻3分の2を埋めていきます。デカ目効果を狙いましょう。そして次にペンシルライナーで粘膜を埋めていきます。下粘膜は黒目の下までにしましょう。そして今回はそのままペンシルライナーでアイラインを描いていきます。目尻のみ少し垂れ目風に描き、ナチュラルで抜け感のある目元を仕上げます。ピューラーでまつげを上げたら、いつものようにマスカラを塗っていきます。今回はダイソーのピンク色のデザインのマスカラを使っています。とってもまつげが伸びてロングになるので気に入ってしまいました。次にクレヨンアイカラーのピンクを使って涙袋部分に塗っていきます。こちらのクレヨンアイカラーのピンクは涙袋にぴったりだと思います。そしてその上からホワイトシャドウを塗って、落ちにくくぷっくりと強調させます。そしてお次はチークです。今回はピンクが主役なので明るいピンクカラーを塗っていきます。そして最後にリップも同様で明るいピンクカラーを塗って、メイクは完成です。やったー。